これね、この部分、結構短くなる人がいるのね。で、横に書きました。この横の線よりも、この部分はちょっと長めに書く。そして、こっから下ね。ここは、この上よりも短く書いた方がいいと思うのね。うん、その方が、 ここ、狭く書けるから、しっかりと閉まった字になる。よくあるのがこ、ここがね、長く伸びてしまって、この空間が空いてしまう人が結構いらっしゃるのでね、この長さ気をつけてください。それから、こういうふうに、ちょっとこう、 しかし混んでるような線を描くのはえっ、ーと,ねえー、とねこの線ね描くときにここあまりにもドンそしてそれから力を抜いてドンこんなふうな線を描く方がいらっしゃるの。そうすると、 この空間がさ、綺麗に白が開かないんだよね、うん。探検、洞窟探検みたいな感じになってしまうので、これは最初の気質、または収筆に力を入れすぎてしまうっていう形になるので、気質を、まあ、気質を作るからトーンはするんだけれども、力を入れすぎない。 そうだな。私は、紙の上に、うん、筆先を置く感じ。お伺いするっていう感じかな。っていう感じで、私は書きます。そうすると、この空間、白いところがね、きれいに、うーん、残るかな。そう。きれいに残る。はい。それから、次という字の、この中のところだよね。 こういうところがカサカサとか簡単に書いてしまう方があるから、私のおすすめは、うんと上に線を引いて、ついて、長く、短く、長くっていう形がいいよね。ガチャガチャっと書かないようにね、してもらうといいかな。 うん、でここはね、止めてね。ここ止めてね。はい。じゃあ次行こう。次は、まあ、これちっちゃい字、ちっちゃく書く感じだよね。ここ開けてね。ここ開ける。で、こういう、トントするようなところ。それもしっかりと、気質喪失収筆と。三つの、このパーツでできてる。うん。 っていうところをしっかりと思いながら、うんぴつをしてもらうといいよね。こういうところはね、細く書くといいよ。ぐっとさっきみたいに、これみたいにぐっと入れてしまうと、空間が潰れてしまうので、ここは優しく入れるといいね。それから、死という字。これは線の強弱で表情を作ってください。 スッと入れれてて力を入れて今度はあスッと入って力を入れて太さを出してからスッと抜く。ね。そういう風にすると形よくできるよ。E のそのちょっと大きくしようか。E の形の基本っていうのは上は揃えます。で下はこっちね2画目の方が短くなって。 えー、ここが開くという形だよね。で、これもやっぱり線の膨らみっていうものをしっかりと表現してこれね優しく入れてで膨らませて力入れてトンで次へ進ませて優しく入れて力膨らませてトンと。うん二角なんだけれどもその線の中に。 やっぱりこう、力を入れたりするところを作って、しっかりと線の表情を表現してもらうと。その表情が空間を作って、文字の表情になるってところだからね。おろそかにならないように。はい、5っていう字は1画目長すぎないでね。結構いらしたよ、長い人が。ね。で、下の1句ほど長くするといいよね。 これも、ここまで大きくすると、やっぱり、縦の線に当たる、ちょっと斜めになるけどね、ここが太くなってるでしょこれは、いいと思う。やっぱり太く書く、細いところ、太いところっていうのがあるっていうのは、メリハリができるからね、形に。おすすめです。はい。いけそうかな。で、月と一、まあさっき説明したね、ここのところ、やっぱり、うん 強弱。うーんと。うん、私は短くして、長くして、短くが好きなんだけれども、そういう風に、超短強弱ね。しっかりね。それから、この、晴れるというところだよね。これは、さっきは三髄だったんだよね。で、この、皮辺のここのところは、ちょっと跳ね上げるような形でいいと思うよ。これもやっぱり縦をしっかり太めにして、 空間は綺麗に開けていくと。で、ここはさっき言ったところだ。ここが短くならないように、またここが長くならないように調整すると。これはちょっと横横の展開を楽しみで書いた感じがする。それから、れという字。れという字は、こういうふうに横に書ける場合は、やっぱり少し縦の線から右へ線が 伸びる形がいいと思う。うんとね、どういうことかというと、こういう感じの展開の例があるじゃな、ね、いこういう形は、縦の線よりも左側で線が展開していっていいと思うんだけれども、ここ、横にこう、ね、右上がりの線をつける場合は、ここを少し出した方がいいよ。出さなくてもいいんだけど、出した方が、 なんかこう、整理整頓されてるような文字に私は見えるかな。で、ここでトンとして、トンとして、で、下にスーッと持っていくと。で、ここのところ、えぇ、ー、に線を引いたら、ちょっと上がるというところかな。ね。うん。 それで、まあ、のを書いて、のは、うんと、ここをたるませるね。たるませて、で、上に上げて、それから、丸く書いていくと。で、いつも言うように、小筆のの、特に強弱入れてもらいたいな。真ん中でしょこう。 トン、ぐーって感じで入れてもらうといいかな、うん。指先を上手に使ってね。はい、空です。空は、この一番最後のね、横の線が、なんかね、長く伸びちゃう型があるんだよね。なので、これは、 あまり長くしないように、うん、この冠、穴冠のこの幅の中に入り込むように、ここがちょっと開く感じがいいよね。それからもう一つ、こことここの高さの違いもちょっと書き分けてもらいたいな。ここの横、ここのね、横に うんここの横からこの線が始まる。これを上に持っていかない。ここを十分開ける。そして、ここよりもちょっと上から1、1、2、3、4、5画目か。が始まる。っていう形にすると、この部分を長く表現して、なおかつここを揃えることができるから、うーん 綺麗に決まる。ここのとこね、長くなるからね。というところ。それから、にという字は、ここから線をこう引いた場合に、ちょっと開きます。それから、きという字ね。これね、結構このね、第角目をすごく伸ばす方があるんだけど、伸ばしすぎにご注意ね。ここよりも、左銀と下のこのね、 払いの部分が、うん、幅を、幅広くなるように。これはあんまり長くしない方がいいよね。から、跳ねる場合は、ここの空間をしっかり開けてもらうと。ここは最後行ったね。で、のも行ったね。で、えー、っと、緑。はいはい。 緑はね、ここのとこね、揃える。これね、皆さんとっても上手になられた。ちゃんと揃えるっていうところがね。で、これは大中小ぐらいにこう、斜めに揃えてもらったらいいのと、あとは、これを伸ばしたいので、ここの入る場所をよく考えてもらうと。どういうことかっていうと、これを、 結構離れたくないので、中心に寄せて始めてしまう方があって、そうすると、この部分を伸ばすことができないんだよね。なので、ここの、作りの入る、作りの最初にペン先を置く場所っていうのをしっかり吟味して、ちょっと開いてもいいと思う、ここ。そういう、その、それをすることで、この、 下の横の線がしっかりと伸びると。んで安定感のある字ができる。それから小筆なので、こういう縦の線は下に行くほどだんだん太くするような感じにすると安定感が出るよね。ちょっとやりすぎたかな、うん。だから急がないように。下に行くほどちょっと沈めるような感じ。 で、トンとして、ここもしっかり力を入れて、バネを使って、次へ飛ばす。キャッチして、縦横。というふうに、このね、筆先の動きを確実なものにしてもらうと。はい。ガーという字。ガーという字は、ここしっかり開けてね。それから、この長さ。これいつも言うよね。この長さが、うんと長くなっちゃう人がいるからね。 気をつけてください。大体、こことここを結んだ、軽く結んだあたりがいいと思うよ。あ、あとね、これがね、うーんと、伸びない人もいらっしゃる。伸ばしてね。ここがこれぐらいしか出ない人がいる。はちょっとね、タケノコならいいけれどもね。こう、しっかりと伸ばしてあげる方が、 形的には綺麗ですよね。はい、美しい。美しいは、うーんと、ここの空間はしっかり開けてね。で、こことここを、第1画目と第2画目を結ぶ線の方向と、下の横の線の方向が揃ってる感じ。右上がりに揃ってる感じが綺麗です。で、 あびっくりしたごめん、ね、下に、下の線は長い線で少しフす線で書いてあげるといいよね。でね、この払いなんだけど、結構ね、最初から斜めに行っちゃう方があって、この空間潰しちゃう方があった。せっかく上は綺麗に書いてあるんだけど、うーん、ちょっと書くか。美しいを書くかな。ちょっと待って。 紙を出す。よいしょ。うーんーと、この辺書きました。中心ずれてるか。よいしょ。こう行きました。次ね。こう。こうかな。あ、これいっぱいあるな。ちょっと。これね、最初から斜めに行くので、なんかこう、なんかね、 ずれてる感じがするよね。これは、うんと、縦から、こう持っていくんだよね。こうあったら、縦気味に持っていって、ここでカーブをぐーっと、カーブを、ここに曲線を表現する。曲線で書く。そしたら、ここが、ね、綺麗に開くでしょ。で、それで、 こっちを持っていくという感じがいいね。うん。なので、この空間、気をつけてね。で、死という字は、さっき言ったな、あのー、最初スッと入って、で太めにしてスッと持ってきて、強弱をしっかり出していくと。それから、いーもあったね。さっき言った、ここ、揃えて。で、二角目は短くと。 で、木という字だ。ええー、と、木という字も、どこが一番幅が広いかというと、この部分、真ん中の部分だよね。うん、ちょっと大きすぎるか。だから、この第二画目をぐっと長く書かれる方があるから、気をつけてね。第二画目ってそんなに長くないんだよ。で、この右払いと左払いのこの部分が一番幅広く書いて、 でね、この長さ、このね、縦の長さと、この斜めが注意事項かな。最初は斜めになりすぎないで、毛筆なので、トンとしたら、私は横に持っていく、ほぼ。そうすると、こっちは真横なんだけど、こっちは斜めを表現してくれるんだよね、上はね。 そうすると、下にこう横の線をこう入れた場合に、ここがさ、四角く残るじゃない四角は三角形よりも安定感あるから、斜めにこう書き、書いちゃうと、ここの高さとここの高さの違いがありすぎちゃうから、横っぽく書いて、四角く残して、あ、これ長かった。で、次のこの、これもね、長く伸ばしちゃうと、 この子供の子が下の方に入ってしまって、うん、だだ長くなるというか長すぎちゃうので、この長さはここの線を結んだよりも上で終わるといいよね。だからその長さも気をつけてもらうといいかな。で、こういう線は私はだんだん太く書くのが好き。ね。あの、参考手本の先生もそうだね。 だから、節という字、このね、竹冠りの、まあ、行書の形っていうか、こういう風な形を覚えておかれるといいよね。これは、あの、縦にこう、縦ちょっと斜めにトンと入って、で、トンとか。でも、この時に、竹冠りのこの、この形を頭でイメージして動かしていかないと、変な形になるよ。こう。こう。それから、 こっちは、ほぼ、普通の形で持っていく。で、うーんーと、大きさも小さく大きく、始まりも、えー、と、2番、こっちの方が少し高い位置からっていう方がいいよね。で、書きます。でね、この部分もね、ここがね、長くなっちゃう方があるのね。 こう書きました。よくよく書きました。そしたら私はこの長さと、ここの長さね、と同じぐらいの長さを引っ張る。でここを感じながらこの,の長さを決めて、で、こうすると、だだ、長くならないよ。結構ここね、伸びすぎちゃう人がいるの。で、ここの始まりね、は、 ちょっとさ下だよね。ここ開けて。で、中に入って、で、これは、ちょっと長めにセットしてもらうといいんだよね。だから、説という字は、うーんと、よく見て書かないと、いろいろなあの、高さの違いとか、多分、ご自分で書かれてる文字より、文字とちょっと違うんじゃないかなと思うよね。基本的な。 一というか形がね。で、となりか。とはこの高さ、一画目よりも二画目が下に下がるのがいいと思います。それから、ここ大体揃える。で、なという字。なという字は長く短く基本だよね。そして、ここが、つながるような感じ。で、三角形になってるから、 ここまで来たら、ちょっと左斜め下に進めてから、上にこう、結びに入っていかれるといいかな。リトウユーこれね、結構皆さん上手になられたと思うけど、この丸め方が不安定な方がある。何が不安定かって言ったら、結構左にずりっと行かれちゃう方とか、あとはね、長すぎる。 気持ちちよく伸び,伸びちゃううんだろうね長すぎる方もあるからうーんこの空間が太い方っていうのはあんまり感じなかったかな今回の皆さん見させてもらった時はそれから「まシのとこ「ま」は私ね参考手本よりもここちょっと長めに書くかなそれはまあ皆さんお好きでいいようんとまあでも長さって言ったら ここ、上が長いんだよね。元字から言うとね。で、こう来て、で、ここも、ここ開けなくて、このまますっと降りて、このままってね、えー、っと、こう書いて、このままこう、ここからスーッとこう、こっちか。こんな風に降りてもいいし、私みたいにちょっとだけ開けて、で、ここ膨らませてから持ってきても、それはいいと思うよ。 うん。そんな感じで書いてもらう。指先を上手に使って、スーッと力が抜くようにね。それから、タという字。タという字は、こっち長く、こっち短く。で、まあ、これは斜めでしょ。ここね、しっかり開けてね。で、ここの、斜め上がってる感じ、膨らむ感じっていうのは、こう、 なんて言うかな、こう、こう、書くんではなくて、直線上を書きながら、直線に筆を動かしながら、だんだんと太くなることで、丸み、そして右上がりを表現されるといいと思うよ。こういうふうにね、丸、丸ってなると、なんだか子供っぽくなってしまうので、私は直線上、うーんーと、 まあ、例えばね、ここ直線があるとするじゃない直線を引きながら、でも、だんだんと太くなる感じ。こうするとさ、丸みが出てくるでしょそれから、あら、ちょっと待って。こうか。こっちが少し上に上がるような感じで、 うん、各、まっすぐ持っていくと、右上がりにも見せれるような線もできるから、あんまりこう、丸々って書かない、うん。線、横に引きながら、細い、太いで表現するっていう形。これはまあ、下にちょっと引きながら、それでも優しく受けて、前の勢いを。それでだんだん太くするような感じにするかな。 はい。それから、まいという字。マイという字は、まあ、いつも言うように、ここの合わせ方ね。気をつけてね。こっちが長くならないように。こんな風に合わせてし、合わせないようにね。合わせるときは、ここの真ん中か、ちょっと下にして上がさ、長くなるようなところか。どちらかにしてもらうといいよね。それから、ここの幅。 第二角目の幅と、この部分、下の幅が、ここがね、同じ幅になるといいです。よく下の方を長くこう伸ばしちゃう方あるんだけれども、そうするとね、ほん、少しこう下が下膨れの空間を作りたいわけ。ここがね、こっちが広がるように。で、ここを広げちゃうと、すっごく太くなっちゃうから。まあ、こうでしょこう。 でしょそしたら、私はこことここをこう睨みながら、ちょっとし左にこう、よ、向けて書いて、まあ横に持っていってこうでしょで、次は今度ここを睨みながらここで、次の方向転換。で、こっちに行き過ぎないように、ちょっとふっくらしながら。恋にこうやるってうよりも、 ちょっとだけ左に持っていく。ちょっとだけふっくらするっていう形で、下の方がこう、どっしりなるような空間を作っていきたいなと思うんだよね。うん。それで、横の線をしっかりと持っていくという形かな。それから、朝は、あ、今日、今回、月結構出てくるね。で、朝という字は、まあ、やっぱりここが短くならないように、 1> 第1画目よりも第2画目のこの出るところをしっかり出す。それからこういう風な四角の場合は縦をしっかり太くして横を細くして強弱を出して。で、はい、ここは長くしますよね。で、ここは揃えると。で、ここは上よりも下を長くするといいんだよね。細かいところだけれども この部分を長くすることでかっこよく書ける。じゃあそこを長くするにはどうするかというと、この辺から来たこの部分、ね、この横から考えた上の部分が長くならないように、ここがね、するとかっこいいよね。で、作りは辺、あまりここ、すごいね、もう、うんなんか線だらけになってわかりにくいかな。 赤にするか。えっとね。あんま変わんないか。ここが広がりすぎないように。ここ。すぐ隣に置いて、まっすぐからこの、ここのところ、この部分をかすめて、下のところに勢いを飛ばしていくと。細く描いて、ちょっと中に入って、反りを入れて、形を整えていく。 反りを描くときっていうのは、最初に、ここね、最初に、キュッと入ってから持ってくるというね、いつも言うようにね。そしたらね、そしたらね、それやりすぎちゃう人がいた。えー、っと、こうかな。なんかね、ここがね、カタンってなる方があった。それはやりすぎかな。ほんのちょっとこんな感じ。 なんかねここがこう触れちゃう方があるからねまあ加減っていうものを気をつけてでまあ脳は言いましたチルはまだかチルもうーんと大々だいだいでいくかあまた月が出るねここねまっすぐ先生のどうなってるあ先生のもそうだねここちっちゃいからちょっとんと入れながらだからこの 横の線、この中のね、2本を感じながら、トーントン、トーントンと、ほぼ直線っぽい。でも、気質と、まあ、収筆というかね、ここのところに、横の線の顔立ち、セオリーをそこに入れていく。そうすることで、月という形に見えて、なおかつ、中の白がきれいに残ると。これだから、 直線でいいと思われたら困るんだよ。直線ではないんだよ。中に入っているのは、チョン、ョン、あくまでも二つの横の線っていうものを続けたものだという意識の中で、直線っぽい動きをするっていうことね。そうしないとなんか違う字になっちゃうよ。なんかそんな人もいらっしゃるんじゃないかな。で、まあだいたいこことここは揃えて、 これあんまり長くしない。なぜかというと、ちょっと見にくくなったけど、この払いって最後の右払いをしっかり長く見せたい。長く空間があったとしても、ここを伸ばしてしまえば、ね、こっちも長いから、この長さが際立たないんだよね。そういう人結構いらっしゃる。せっかく空間があって綺麗にかけて長いのに、前が長いから、 なんだか際立たないじゃんっていう人もいらっしゃるから気をつけてね。これ短くね。はい。まあまあ、ここも出るところをしっかり出しといてね。はい。それから、歩くっていう字。これね、えー、強弱しっかり中心。で、えー、っと、この縦の線っていうのは下に受ける線があるので、私は、えっと、だんだん細くするような感じ。 ま、こんな感じ。で、下に受ける線が来たら、すっきりと組み合わせれると思うの。で、今度下は、これね、まあ、斜めがあるとしても、下にこう受ける線ではないんで、私はこの、この縦の線は、下に行くほどちょっと太めに表現して、ここでしっかりと、うーん、溜めて、羽にする。だ,からだんだんこう太くなるような感じで、書く。同じ縦の線でも、 うんと次の線、空間がどのようになるかで、あの、太くしてみたり、細くしてみたりってするのは、うん空間を綺麗に整えるのには大切だと思うよね。で、ここ、狭くならないようにね。で、まあ、がーわん、いった。で、楽しいという字。楽しいね。ここの、え、ここ、ここ、ここ。 同じ直線上にね、ぐらい。まあ、上がってもいいんだけれども、よくあるのが、こう書きました。はい、これしっかりと広げちゃいます。ここ、ここ、ここの高さがこんな風になってしまって。はい、横に、の線をそこに配置したら空間が空きすぎて、締まりのない文字になってしまうので、揃えるということ。それから、 そうだな、あの、先生のお手本もそうだけれども、ここの組み合わせね。これは、ぴったりと、ここぴったりとするのもありです。でも、もう一つのテクニックとして、ここよりもちょっと上に持っていく。これね。ここよりもちょっと上に持っていくことで重心が上がるし、まあちょっとさ、線が混み合っているところを少しこう外すことで、 まあ、すっきりとはいかないけれども、混み具合が少しま、あの、穏やかになる感じになるから、これちょっと上からになってるんだよね。このやり方はよくあの、毛筆の中でも皆さんにお伝えするよね。これもまあ、下に受けるものもないし、次へ展開するから下に行くほど力を入れる感じで、私は縦の線は描けますね。で、長い線は、 この線ね。楽しいの幅を表す、一番幅、一番の、ん楽しいの一番幅、地幅か。地幅はここが一番あるからね。で、まあ、C は強弱、さっき言ったね。はい。みは、まあ、ここが短くして、で斜めぐっと持っていくんだよ。これをまっすぐ下に持っていったら、みの、 顔立ちである三角形を表現することができないので、ぐっと斜め。で、上に持って上がって、それで緩やかにちょっとカーブを描く。で、ここでしっかりと溜めて、スーッと払い切るといいよね。それから、です。これね、ぜひ続けて連綿の練習をしてもらいたいな。 いつも言うように、ですっていう形で分かれるんではなくて、まあこう、ここから、はい、ここが一つ。1、2、で、3という感じで、これが一つの、まあ図形、文字っていう形にして、それを自分のリズムや、うん、書きやすいパーツに変えて、うん、筆をしていくというね。 えっと、そんな感じで、点々の場所はとっても大切ですよ。この辺に打たないように、また近くに打たないように、ちょっと広がりを持って打ってもらうと、うん、文字っていうものの空間、文字の広がりも出てくるっていう感じかな。という感じですね。はい。まあ、こんな感じで書きました。 今日はね、うんと、これを説明したい。これ一作です。えー、うーんとね、過ごしやすい季節になったかな。あの、大きな書店の作品も終わりましたのでね、うちの会は、えー、こういう基本をね、しっかり勉強していきたいと思いますね。ではでは、今日のインスタライブ稽古おしまいです。 お供してあら、あ、会える方は会いましょうね。お付き合いありがとうございました。